はい、今日は埼玉県、所沢市にやってまいりました。西武新宿線と西武池袋線が乗り入れる、中央、ターミナル駅でございます。営業は1895年、1日の平均乗降客数は10万人でございます。ご覧のように、結構大きな駅でございます。埼玉県南部の、中心駅。こちらは西武グループの本拠地でございます。いやー、こんな感じでユニフォームが並んでおります。ちょっとこれ懐かしいですね。昔の、20年ぐらい前のユニフォーム。こちらはビジター用の、お父さんのパジャマと揶揄されたような、西武の昔のビジターユニフォームでございます。いやー、こんな感じで、かなり、所沢駅も、綺麗になりました。あちらの方には西武デパート、所沢駅は西口が栄えております。こちらの駅前広場にはたくさんのバスとタクシーが停まっております。もちろん所沢というのは大都市でございまして、人口は約35万人でございます。埼玉県では埼玉市、川口市、川越市、越谷市に次ぐ県内第5位の人口を誇っております。西武グループの本社は池袋にございますけれども、西武鉄道の本社は未だに所沢にございます。止まってるバスはすべて、西武バスでございます。こちらもそう、こちらも、西武バスですね。やっぱいやー、こんな感じですね。所沢駅っていうのは、鳩がたくさん、おります。でこちらが、所沢駅前にございます商店街、プロペ通りでございます。本当結構にぎわってますね、この通りは。所沢、ファルマン通りと言います。所沢は、航空発祥の地として知られております。所沢駅から、先ほど通りました、プロペを、通りまして、ファルマン通り、そしてこちらの方に行きますと、所沢航空記念公園が、ございます。これは日本初の昔の飛行場の跡地でございまして、まあ、結構面白い場所ですよ、ここら辺は。街の至る所に、飛行機にフィーチャーしておりまして、こんな感じ。こちらが飛行機振動という道でございます。こちらの道は初めて飛行場ができたときに、所沢駅と飛行場を結ぶ新しく作られた道でございます。こちらを通りまして、飛行機の部品を所沢駅から地位飛行場へ持っていったのでございます。まあこんな感じで、まあ今は一見普通の道でございますけども、確かにまっすぐなった綺麗な道でございます。そしてこちらの橋が旭橋でございます。まあこちらも先ほどの飛行機振動と一緒で、所沢飛行場が明治44年に開設された際に作られた橋でございます。こちらは国登録有形文化財。まあこんな感じで非常にモダンな作り、昭和5年のものでございます。いやー、昔はここ飛行機の部品が通っていたのもちょっと想像するだけでも結構ワクワクしますね。なんか所沢駅から約10分ほど歩きまして、所沢航空記念公園にやってまいりました。まあ、こんな感じで結構広大な公園なんですね。なんか結構大きい。そしたら今の昔の飛行機がこのように展示されております。こちらは C46 中型輸送機というものだそうでございます。結構大きいです。なんか実物を見ますとなかなか迫力がありまして、圧倒される感じがあります。多分今でもちゃんと、エンジンを整備すれば多分飛べるんじゃないでしょうか。なんか、まあ、このタイヤ大きいんですね、飛行機っていうのは。やはり立派。コックピットも、ちょっとだけかす、かに、見えるような、そんな、気もいたします。どうでしょう。そしてこちらが、航空発祥の、地と、書いてあります。いやー、すごいですね。なんか、こんな感じでございます。所沢に飛行場ができたのは明治の44年でございます。もちろん日本初のことでございました。他の候補地もあったそうでございますけども、気象条件や地形の起伏などが所沢は抜群だったらしくて、ここに選ばれたそうでございます。所沢飛行場での初飛行は明治44年4月5日早朝に開始されました。
パイロットが飛びまして、1人が1分、もう1人は3分30秒飛んだそうでございます。まあ、ここから日本の航空というのは始まったそうでございまして、いやなかなか感慨深いものでございます。あちらには航空記念館とか博物館がございます。こんな感じの施設、もう時間が遅いのでちょっとやっておりませんけれども、まあそれは仕方ありません。そしてもう一つ飛行機が展示されております。こちらは YS11 でしょうか、そちらはちょっと分かりませんけれども、戦後初の国産旅客機でございまして、1962年に初飛行、182機製造され、70機以上が海外に輸出されました。いや翼も、こんな感じで、非常に近くで、見ることができます。これはなかなか面白いですね。なんかおおすごいすごい。いやまだプロペラ機の時代なんで、これは貴重ですね。なんか今ではほとんどジャンボジェットになってしまっておりますけれども、いやこんな感じでございます。いや本当に貴重な姿ですね。なんかおおこれはいいですね。なんかやっぱりまあ日本の航空発祥の地、所沢にふさわしい展示だと思います。所沢駅から歩いてまいりまして、もうこちらは航空記念公園駅でございます。今回の動画はこちらで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。